大黒寺は、大阪府羽曳野市にある、総東州の寺院、大黒天発祥の寺とされる。縁起によれば、西暦665年正月講師の日、修験道の素役の行者が、今後王山にこもり苦弱苗王教を唱え諸仏初心に、人々の救済を祈願していると、不思議なことに大地が震え、天空が薄暗くなり、五色の雲がたなびいてきます。 その雲の中から大黒天が現れ、お告げをします。我は、過去世においては、ニダ玉を福徳円満にお来天軸にては、マカキャラ天に本に来たりては、大黒天と称す福徳自在の福の神である。左の手に袋を持つ、この中に一切の福徳を収めている。右の手に土を持つ、この土は、 一切の悪魔を降伏し、諸々の災難を除き、報復をちで出す、ちでの小槌なり、我に五つの福を授ける聖願あり、第一に父母に、高校の福、第二に、小授け、子孫長久の福第三に、病気平友の福第四に、部運長久の福第五に農民には、五穀法上、商人には商売繁盛の福である。孔子の日に礼拝式へ進行すれば、 この五つの福徳寿命が授かり、諸願成就せしめん云々、そして、我に、うえんの地あり、と一筋の巧妙をもってこの霊状を示す。役の行者活動の思いで拝聴しそのお告げに従い、絵にある、全男全女にこの福徳寿命を授けんがため、示された地に寺を建立し、大黒天尊像を彫刻し、奉じたのが大黒寺の始まりである。お告げの中には、 家々の中心の柱を大黒様と思い、大切にすれば一家が栄えるという大黒柱の由来にあたるような記述もある。孔子の日には、自然石で大黒様によく似た石が石川を流れ来て大黒寺の前に流れ着くという伝承もある。大黒天が出現し、薬の行者にお告げされて、以来1350年、現在も60日ごとに訪れる孔子の日には、 講師祭が行われ、参拝者のために、身体健全のご家事、心願成就のご祈祷がおさむされる。ありがとうございます。